噴火じゃないあそこ、うん、むちゃんこれこれこれもう洞窟だ、すごい。メロンドーム来ました。すっげー、ここ建物がメロンだ。やべガチャ、今さ、うちさカメラ回してるんだけどガラスがめっちゃ汚い。すいません。あ、メロンだよ、メロン。早速行こう。乾杯。でもモザイク入ってるんだけどな。乾杯、いただきます。道の駅メロンドームのメロンアイスです。とりあえずガチャン食べてみて、一口いただきます。すげえこれ。ああ、ああ、実はですね、注文してお願いしたら多分なんかのシャーベットと一緒に本当にメロンを入れてるんですよ。そう、これあのミルクのシャーベットに冷凍したメロンをそのまんま入れてるっていう、ああ初めてで、その場で機械に入れてソフトクリームを作ってくれた。すごいねこれね、うまいわ。おお、これが阿蘇なんだ。なんか全部が谷みたいになってるね。だって全部噴火口だもんね。エアーズロックみたい。本物見たことないけど、すっごい下が。大きいです。なんか他にもっとないの？なんかいや、すごすぎてさ、言葉が出なくて、うん、一応阿蘇のカルデラがこう見えてるんですけど、うん、いや初めて見るでっかさに今びっくりしてるところと、あっちに火口なのかな、なんか噴火しそうな煙見えるよね。見える。なんだろう、ってかあっちの辺地表がすごいんだけど、こっちの方のさ山もなんかすごいギザギザしててさ、なんかすごい荒々しい感じじゃない、この山ですね。うん、で噴火してるところの右の方行くとさ、すごい溶岩流れましたみたいな。噴火かわかんないけど、こっちですね多分。そこはいはいはい、なんかすごく今までになく荒々しさを感じるね。ね、はい、大観望、はい、やってきました。阿蘇がよく見える場所ということで来ました。はい、大観望の駐車場から実際見るところまで、見えるところまでは結構距離あるみたいで、このね光の向こう側にありますね。超逆光で見えませんけど。今日グランドキャニオンみたいな感じだなこれ。うちさっきねエアーズロックって言った。すごいね。というかさ、カルデラの向こう側がずっと平らなんだよね。思った、うんうん、不思議な感じで、綺麗にさ、こう、うん、下が真っ平らになっててね、うん、噴火っていうか、いや隕石でも起こったのかなって思ってしまうぐらいだよね。あそこやっぱ噴火じゃない、あそこすごいね。このなんて言っていいか分かんないけど、このカーブっていう感じ、さーっとさ、こういう風に、ね、もう独特、あんまこういうのみんな見たことないからすごいびっくり。足長。いや、俺もだから。そっか。
いね。あの四国カルストも思い出すけどさ、うん、雪の大谷だっけ。おー、立山のところね。そう、いやー大きい階段だね、これね。なんか久々にこうやって大きくて整備されてる階段歩いてる気がする。国家に読まれてるサザレ石だって。本殿すごいね、割とボリューミーよ。あーすごいね、綺麗だよ。すごい立派な木なんだけど。あれ、あったかいよ。あったかくない？ほんとだ、あったかい ね、 ね。すごい綺麗だね、色使いがさ。いやー、なんか神秘的だったね。あ、自然に神秘的って表現になっちゃうな。はい、やってきました、はい、もう早速行ってみましょう。はい、寒いね。熊野座神社、イザナミノミコト、ハヤタマオノミコト、コトサキオノミコト。へえ。熊本県指定天然記念物、後世の石灰洞窟。うんうんうん。いやー、でも来る最中ね、いろいろ話してたんだけどさ、はい、ちょうど熊川っていう川が流れていて、そう、歴史好きなこの僕たち二人としては、え、熊荘の語源はこういうところから来てるのかななんて ね、 ね、話しながら、うわー、もう洞窟のところが見えてきてるよ。え、あれも洞窟？ああ。空気が神々しい。うん。うわー、ちょっと落石注意ってあるけど、なんか今にも崩れてきそうな感じでちょっと怖いな。むちゃん、これこれ、あれも洞窟だ。むちゃん、これスズメバチの巣っぽいね。危ないけど、まあ今の時期冬なのでね、使ってないのかもしれないけど、冬眠。とりあえず中拝見して、はい、お手合わせたら帰りましょうか。はい、後世の石灰洞窟。さらに奥はね、入れないように立ち入り禁止のバリケードが入ってますね。すごい。はい、重いハンディカムを片手で持っておりますが、はい、後で喋ってないところはどんどんカットしていってください。ね、九州入ってからさ、太鼓を感じない？歴史を感じるじゃなくて太鼓を感じない？むちゃんの言う太鼓ってどの辺のものが太鼓？山大国。あ、まあね、山大国も九州説とか畿内説、四国説なんていうふうに言われているけども、うん、まあ、まだまだわからない
ていう話でね、うん、それをちょっと自分たちなりに回りながら、そうそう、ここ四国そうじゃねえとか言いながら、木のあやふんとかって出雲とか言いながら九州にこうやって来てるわけですけど、そうそう、熊そうとかね、いろいろ言葉の語源とかを実際こう肌で感じるとえとか思うよね。そう、でも一番最近のニュースでは、なんかこの間中国だかで文献が見つかって、はい、なんか文献できて、うん、九州説が強まったわけ、うん、うちの中ではやっぱ九州なのかなって。で、うそ、この前なんか四国じゃないとか言ってたのかったっけ。あのね、あれ、いや、うちが子供の頃は九州説で揺るぎなかったんですわ。あ、そうだよね、九州説とか強かったって話は聞いたことあるよ。そう、で、うちが高校大学ぐらいでもしかして四国なんじゃないかっていう四国説が出ていて、すでに、おー、そもそも中国大陸の方から見た日本の地図が今の日本のというか今の世界地図と違ったのよね。おー、そうで、日本がもうちょっと立ってる感じの地図と思われていたから、そうすると九州の位置じゃなくて昔の地図でいうと四国の位置に位置するんじゃないかって。ああ、なんかちょっと間違えると四国 も九州も同じように感じてしまったのかね、うん、うんうん。でほら、淡路島行って実際に四国入ったりすると、淡路島で初めて日本で鉄が作られてた形跡が見られて、あのボッサイ石、ね、ボッサね、はい、とかあったから、うち鉄はね、世界の中でも鉄って強いんだよ。もし鉄が生まれた土地とか時代とかが違ったら、歴史はもう本当に今うちらが知ってる歴史ではなくてガラッと変わってたと思うし、その鉄を作ってた淡路島に近いやっぱ四国、なんか国の中心じゃないけど権力の中心みたいな感じなのかなと思ってたのね。で、そこで四国説にあ、ロマあるじゃないのと思ってたんだけど、九州入った瞬間もう手のひら返しですわ。九州じゃんみたいな、ひどい手のひら返しだよねこれ九州だよみたいな。あの、北海道に行くと地名でアイヌ言葉がまだ残ってる、それずなんていうか同じ言葉を繰り返すのがアイヌ語の特徴の一つらしいんですけど、つれつれ川とか、昔から漢字とかが平民たちに普及してたわけじゃないけど、やっぱ音では残ってるはずだから、耳に伝聞伝承ってなった時に、ガッチャが冒頭に言ったクマソっていう単語が、やっぱクマソってつくと、当て字で漢字はどこの地域も違ったとしても同じクマソを指してるんじゃないかとか思っちゃって。はい、はい、やってきました。ツインスター、はい、芸術的なソフトクリームっていうお店で、実は今日、うん、昨日ね、日本一の石段登ってきた翌日なんですよ。で、昨日頑張ったのでご褒美に甘いものを食べに行きたいと思います。早速行ってきます。駐車場は第4駐車場までありますね。おー、あ、入り口ですね。あ、ほんとだ。かわいいですね。アイスクリーム製造室っていうところがあるね。すごいぞ。ツンツンしてる。全部カップか今回お呼びいただけます。いただきます。いただきます。あ、粒が粗いというか。
思いのほかね、あのお願いしたら早くできて、こんな早くできるんだみたいな、うん、もっと時間かかってできるのかと思ったら、この台座もさ、すごい可愛らしい感じの、可愛いね、うん、すごい詰まってるよね、うん、あね、ずっしりです、だよね、重量感あるよね、うん、はい、熊野座神社、はい、ちょうど阿蘇山の周りのほら、なんかいくつかあるらしいんだけど、うん、一番神秘的なところに来てます、はい、今から潜入します。いやーすごいね、ここね、実はね、なんかインスタ映えスポットから結構若い、あ、そうなんだ、若いお客さんが多い気がする、キャッキャしてる、おー、いやー神秘的だね、こちら昨日の今日ですからね、そうだよね、肉痛がもう昨日のうちに来てるんですよ、まあ、若いってことでむっちゃん頑張っております。これ足の長さ関係ないやつだからね、すごいんですよ、ん、空気感がね、ああそうだね、空気感が知ってる中にはないね、あ、この前の熊野座と違うね、うん、うん、熊野古道と平泉寺を足して4で割って何かを足した感じ、貴船神社足した感じ、あ、いろいろ混ざってわかんねえ、まあ見てみて、ちょっとだよ、はい、普段ならね結構ひょいひょい行けちゃうんだけど、昨日の今日だからちょっと辛いねいやーすごいぞ、すごいな、ここさらにこう上に行くんですけど、今そこに向かって登ってるとこです、はあ、むちゃん大丈夫、あともうちょっとだよ、うわーすごいね、ねえすごいね、あの佐世保のメガネ岩の一つ目って感じね、そうだね、はあ、あーむっちゃん着いたね、降りるのを苦しがってるむっちゃんです、うん、ほいほい